ワークが炎をつけて、バーバラで蒸発をかけていきます。バーバラ蒸発かけたらすぐに変えて、で水を元素をつけます。そしたらこれで蒸発をかけていく。2発撃ちます。でこれも撃ちます。で3発目これも蒸発が入っている。で続けていきます。続けていきます。で蒸発入ってもう水入ってるんで蒸発入れていきます。蒸発3発2発目入れていきます。蒸発目3発を入れていきます。はい、これでオンクシャですね。ヨーブラザー、シラズゴです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はディルックの解体をしていきたいと思います。でまず結論としては、ディルックに関しては狼の末路がなかったら、僕の場合はこのウサイっていう武器に行き着きました。まあちょっと特定の条件下になるんですけども、こういった形のダメージ量ですね。旧貴族の体験レベル80か2009で、清風体験がレベル70が1555で、アメサイの精錬後のレベル70が2436で、狼の松の精錬さんのレベル85なんで、やっぱり2918と多いんですけども、まあ、アメサイがね、もしレベルが85まで上がれば、まあ、同じぐらいにはなるんじゃないかなっていうような形になります。まあ、これの説明もしていきます。まあ、生物が、こちらですね。燃え盛る魔女で炎元素ダメージ 15% を上げて、まあ、過負荷炎症反応、あるいは蒸発溶解反応による加算効果が 15% プラス。まあ、ここもね、余すことなく使っていきたいんで、今回ちょっといろいろお話ししたいと思います。で元素スキルを発動した10秒間、それにあの3段攻撃ができるんですね、ディルックのスキルって。それが 1,2,3 って打てるんで、まあ、それが発動しているやつがあのセット効果が 50% 上がると。これは元素ダメージが 15% 上がる2セットの 50% なんで、 7.5% ずつ最大30まであの重なるっていうことになります。はい、まあ、ここら辺もあの完全に使いこなしていきたいと思います。で命の星座、これの4凸の部分、ホムラの刃の、発動することによってダメージを大幅に上げることができるっていうところなんですが、まあ1発発動した後2秒後に2発目を当ててくださいっていうことになります。これもうまく使いこなしていきます。でこれが次ですね、ホムラネブ発動後6秒以内に2回の通常攻撃の攻撃速度が30、攻撃ダメージが30、これも余すことなく使っていきたいと思います。ホムラの刃の2撃目3撃目によって通常コンボの数がリセットされることはありませんということですね。はい、じゃあそうですね、でテンプ上げはこの2つと、まあ、これも上げれるんだったら上げてみてください。でテンプの説明簡単にすると、まあ、これね、爆発をすると、バフ継続時間8秒ってあるんですけど、この間普通の攻撃も炎元素になるっていうことですね。これがレベル60以上になるとこれが4秒間継続します。さらに継続中のディルックの与える炎ダメージが 20% 上がるっていう、もうこの60レベルにできればなってほしいんですね。これは通常攻撃だけじゃなくて、おそらくその炎ダメージなんで、その後続けるこの炎の刃の威力もどんどん上がってくるっていうことになると思います。12秒間で、これをねちょっと試してみたいんですが、まず基本的なディルックのムーブってこの1,2,3、この3発が連続で打てるってところがかなり強いので、ここを必ずね使いこなさなきゃいけないっていうキャラクターになってますね。でクールタイムが10秒なんで、まあ、この例えば1秒1発打ちましたら、その後にちょっと間を空けて2発目が打って、でちょっと間を空けて3発目が打てる。なので大体5秒か6秒ぐらいかな、6秒ぐらいなんですね。5秒ぐらい、要するに1発打って2発目打って3発目で、さっき説明した命の星座であったりとか、そこら辺で2秒空けるっていうのがあったじゃないですか、ね、2秒空けながらなんで、まあ5秒ぐらいの間隔で3発目を打つっていうようなやり方が結構いいと思います。でその間にこの2回の通常攻撃をね重ねていくのが6凸の条件なんで、まず1発目打ってタンタンで、2発目打ってタンタンで、3発目ダン
これで大体5秒ぐらいなんですよ、一発目打ってから。ただ攻撃速度が上がるんで、ダンって言って1、2、3打ってダン、タ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 ンの方が多分30%の攻撃速度が上がるんでいいのかもしれないですね。ただ4突しかないのであればそんなことないんで、4突まででであればホムラ1発打って2発みたいな流れでいいと思いますね。はい、2秒なんで、だいたい1発打ってタンタン2タンタンティンっていう感じ、こういう形になります。で、とりあえずここまでが通常のディルックのムーブになると思います。これを連続してガンガンやりまくるっていうのがディルックの、良さそうなムーブなんですが、ここにこれで例えばこの魔女のセットの場合は、この状態だと炎元素ダメージプラス15%と、スキルを発動した1、2、3発の 7.5×3 のこの分が使われるってことで、まだ他の要素が使いこなせてないですよね。まあ、要するに蒸発をしていきたいっていうところになるんですが、まあ、蒸発をしていくっていうところは何ができるかっていうと、まあ、相手が水状態になる必要性があるんですね。水状態なので、相手を水状態にしていきます。どうやってするのか、どうやってするのかっていうと、ここのバーバラを使っていきます。バーバラがこの講演スキルを使うと近くにいる相手が潤うんですね。なので、例えばこのバーバラさんで講演を使います。で、この講演の簡単な説明を先にすると、まあ近くにいる相手が潤う状態になると。で、それが継続時間が15秒。ね。15秒あります。で、それが、15秒続くんで、いいというところ。はい。で、公演のクールタイムが15%マイナスするっていうのも、2突で必要になってくるっていうところになりますね。はい。あとは、まあ、スタミナも減るし、あとはこちらの、出場しているキャラクター、要するにディルックがガンガン戦っているとき、その時にオーブが出たりとかして、それを手に入れると継続時間が上がるってことで、最大5秒まで上がります。ディルックは元素で攻撃しまくるんで、これも落ちると思いますんで、まあ、数秒上がると。なので講演は15秒以上になるというところで、結構ディルックの長時間連打するのに適しているという感じになりますね。これが例えば20秒だと仮定しましょう。そしたら、まずはバーバラの講演を打ちます。で、敵に近づいて水やりますね。で、1、タン、タン、2、タン、タン、3、タン、タン。で、3秒あります。その間はこうやって戦っていくと3秒以内は。で、また使えるようになったらこう打ちます。タン、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 タン。まだ講演ありますよね。これでポンと。ドンピシャですね。で、バーバラに戻します。で、残り5秒ぐらいあるんですが、ここに何をやるかっていうと、ディルックが元素爆発をこの5秒間で相手に打ちます。5秒間ちょっと休んで、で、その間にたまると思うんですよね。で、その時にディルックが元素爆発を打ちます。で、打つと、この妖怪の翼で12秒間になった炎ダメージにディルックがなり続けることになるんですね。12秒間打った瞬間から強くなります。なので、まずはディルックがここで元素爆発をダーンって打ちます。そうすると相手が燃えますよね。相手が燃えた状態になります。で、の燃えた状態にして、次、その瞬間に12秒間のディルックの炎元素ダメージの続きますよね。で、バーバラに切り替えて、水で突っ込みます。で、ディルックに変えて、これで炎元素が乗った状態で戦いまくります。こうすることによって何が起きるかというと、相手はもう蒸発かかりまくるんですね。蒸発がかかりまくります。なので、さっき言った蒸発の魔女の威力も乗るし、
元素熟知なんで、元素熟知の乗るこのウサイの相性も良くて、ここの、蒸発ダメージ 39.5% も乗ってくるわけです。このムーブでやりまくります。で今のこの1タンタン2タンタン3でこれで殴ってて、これで溜めます、溜めます、元素溜めてます。で2ターン目、2ターン目タン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 、ここで戦いまくって溜まりますよね。たま元素が溜まります。でここでここで爆発を打ってバーバラなんですが、ここでもう一つからくりがあって、面白いのが今回ディルクと組むバーバラは共感にしてます。なので元素熟知が元素反応を引き起こした後、チーム全員の元素熟知が120上がるんですね。ここで120ディルクに上がる可能性があるっていうのがあります。ただどうやってやるのかっていうと、ディルクがここで元素爆発を打って相手が燃え盛ってます、ね、燃え盛ってる状態のところにバーバラが普通にペチンって打って蒸発をかわ、蒸発をなくして、なんだろう、元素反応を起こします。ここで12乗りますね。ここで12乗ります。12乗ってまあ8秒間ね。でこの瞬間にこれをパンってやって、ディルックでこれで始まるわけですね。で蒸発乗りまくります。バン、こういう形のムーブがなります。でこれが実際にできるのかってところを今からやっていきたいと思います。はい、ではこの後ですね、ちょっとその連携やっていきたいと思います。まずは元素爆発で炎をつけていきます。元素爆発で炎をつけて、でバーバラで蒸発をかけていきます。バーバラ蒸発かけたらすぐに変えて、で水を元素をつけます。そしたらこれで蒸発をかけていく。2発を打ちます。でこれも打ちます。で3発目、これも蒸発が入っている。で続けていきます、続けていきます。で蒸発入って、もう水入ってるんで蒸発入れていきます。蒸発3発2発目入れていきます。蒸発ね、3発を入れてくる。はい、これでオンピシャですね。はい、でこれで元素が溜まりました。でこれをかわしてまた打ちます。で蒸発かけていきます。で水をつけていきます。蒸発を入れていく、こんな形。はい、今こういうムーブをやってるんですけども、今生物の方が全然厳選できてないんであれなんですが、もうほぼこのムーブを2回やると元素チャージが完璧に行われます。はい、はい、こんな感じですね。で威力は冒頭の動画で一応表にして、まあ、旧貴族と旧貴族のレベル80と清風体験のレベル70でアメサイの70で、最後ちょっと強くなりすぎちゃったんですけど、末路の精錬さんのレベル85、まあ、それとちょっと初段の炎症のかかったダメージ量を表に、まあ、図でやったんですけども、まあレベルがね、このあとアメサイをもし上げていけば、まあ、狼の末路に匹敵するんじゃないかなっていうようなことになりました。ただこういうムーブね、ある程度限定的になってしまうんで、まあ、使い方はあれなんですけども、まあ、基本的に炎を継続的につけることができて、まあ、バーバラの水属性で入れていくと、そういう環境下であったり、できれば全然末路と同じような火力が出るような感じになります。基本ディルクってこういうムーブで戦うのがね、6突になったとしてもかなりダメージが伸びるっていう設定にはなってると思うんで、まあこの武器かなりバチクソにね、相性のいい武器だっていうことが分かりました。はい、ということで一応お知らせからの提案としてはこんな感じです。どうもありがとうございました。ではぜひぜひチャンネル登録と高評価の方していただいて、また生放送の方ね、結構よくやってますんで、そこに遊びに来ていろいろコメントとかして情報共有してくれれば嬉しいです。ではまた皆さんお会いしましょう。原神ライフをお楽しみください。グッバイブラザー。